西に傾き、やけは冷たくカラスの鳴き声が聞こえた。おや、もう夜明けかと思って辺りを見ると、川沿いの村人が魚を取るいさりびが見える。折しも寒山寺の鐘の音が響いてきたが、それは夜半の鐘であった。さても旅の夜は長いものだ。超傑作、風郷夜泊。山荘に一日客となって鳥のさえずりを聞いていると、友人が訪ねてきて茶を立て談笑し、しばらく友との旧交を温めた。中尾国州師範、愛人中の愛人、宮崎慶良作、早春友と返す。Thank you.
朝の雨で異常の町の塵も清められ、旅館の柳は緑滴るばかりである。いよいよ君ともお別れだが、まあ一杯やりたまえ。君が洋館から西に行けば、もはや友人はいないのだから、ゆっくり飲んで別れようではないか。仲間国権思案愛銀の大一作、源氏の安政に使いするを送る。死して美しい川を残し、人は一代、名は松代というが、楠木正成が戦死した港川の遺跡を訪ねてみると、川の流れは昔と変わりなく天に連なって、南光の名は永遠に讃えている。木村国元師範を偲ん、徳川慶山作、大南湖。
大変お待たせいたしました。では最後に大豪言でお送りいたします。仙人が来て遊んだという富士山の頂は雲よりも高くそびえ、山頂の洞窟の縁には新竜が住み着いているという。冬にこの山を下から眺めると、雪に覆われて白絹を張った扇のようなようで、立ち上る噴煙は扇の絵のようである。まるで東海の空に白線が逆島にかかっているように雄大で、まさに天下一の名山である。風間国交師範をしのんで大豪言でお送りいたします。石川定山作富士山。戸惑いのあったことを申し上げます。ただいまをもちましてハワイ国政流士委員会先駆者の回顧録をお送りいたしますが、過去をめぐり現在を語り、明日を望み冷静にして沈着、謙虚にして大胆な発想、
明日のハワイ国政界のさらなる充実発展を目指し、一度努力精進してまいります。今後とも重ね重ねご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。以上をもちまして、ハワイ国政流進会構成先駆者の回顧録を終わらせていただきます。ありがとうございました。